待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。君の神城への潜入計画には私も期待するところ大だからな。あの、私はなぜ呼ばれたんですか？突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳探偵のコネクトジャンプ、俺のハッキング、そしてオタクのコネ。この計画はその3つが合わさって初めて実現できるんだ。コネクトジャンプ？ああ、あんたは知らなかったか。おい、説明してやれよ。反電脳体？そんなことが現実に起こり得るなんて。なるほど。でも納得しました。それで時々不思議な移動をしてたんですね。エデン症候群、あなたも？いえ、何でもありません。話を遮ってすみませんでした。続けてください。じゃあ作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは神城のアバロンサーバにある機密情報データベースのさらに奥にあるトップシークレットエリア、通称秘密の部屋だ。秘密の部屋？つまり神城の最高機密エリアってこと。言い換えれば歴代 CEO、 今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば京子さんたちは以前神城の機密情報データベースまではダイブしたそうじゃねえか。まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜ、ここは。素直に賛辞は受け取っておこう。しかしあの時の成果は結局空振りに終わってね。なるほど。それでさらにその奥のエリアに目をつける。そういうこった。コネクトジャンプを使えば機密情報データベースまでの侵入は可能だ。まず神城のコネを使って特別招待枠として俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO 岸辺理恵が言ってただろ、エデンの大規模アップデートの体験会だよ。お宅にはその会場の端末から機密情報データベースへ侵入してもらう。侵入したら機密情報データベースの招待 URL を俺に転送してくれ。そうすれば俺も侵入することができる。そこから秘密の部屋に潜入するというわけだな。ああ、そこに保管してある情報さえ手に入れればスエドウの思惑も神城の謎も全部解けるはずなんだ。でもってお宅にはもう一丁骨を使ってもらいて。秘密の部屋に入るためのパスコードは毎日変更されてるらしくてな。パスコードを知っているのは CEO の岸辺だけ。岸辺に近づけるのはオタクだけなんだ。私にパスコードを盗み出せって言うんですね。ま、そういうこった。最高機密エリアに入ったら京子さんと通信できるようにセキュリティを解除しておく。京子さんを経由して俺たちにパスコードを教えてくれ。なんだよ、今さら協力できないとか言い出すんじゃねえだろうな。いえ、それは構いませんが、一つ、秘密の部屋にはおそらく父の神城悟の手記や研究データも残っているはずです。それも一緒に手に入れてもらえませんか？そこにはきっと父の自殺の真相やエデン症候群にまつわる情報もあるはずですから。
なるほど。確かに前回は決定的な情報を見つけることができなかった。秘密の部屋にならあるいはということか。ああ、そういうことなら構わねえぜ。手間は変わらねえしな。ま、もっともそこにそのデータが本当にあるかどうかはわからねえけど。そうですね。もう一つデータの保管場所に心当たりはあるんですが、ユデンの量子的演算処理及び制御の要であるバルハラサーバー、エデン初期からのあらゆる履歴を刻む。あそこになら確実に。おいおいおい、ちょっと待てよ。バルハラサーバーなんて随分物騒な名前を出してくるじゃねえか。あれはレジェンドクラスのハッカーも寄せ付けない世界有数の超高難度セキュリティの塊だぜ。ほう、自信家の君が弱音とは珍しい。痛い。うるせえな。とにかくあそこはダメだ。少なくともハッキングでどうこうできる代物じゃない。でもデジモンプログラムを利用したハッキングにはきっと対処しきれない。なんだって？いえ、とにかく秘密の部屋に潜入する時点で綱渡りなんだ。バルハラサーバーにまで行けってんなら話は別だ。俺は手を引く。ここで君に降りられては元の子もない。では今回は秘密の部屋にターゲットを絞るとしよう。仕方がないですね。2頭を産むのは1頭も餌。私はそれで構いません。よっしゃ、そんじゃ作戦開始といこうぜ。
ちゃダメだよ。
行くぞみんな。
案外大したことなかったな。後悔するぜ。大したことなかったな。行くぞみんな。後悔するぜ。君がいてくれてよかった。仕方ねえか。君がいてくれてよかった。仕方ねえか。このまま突っ走る。
するぜ。
みんなよく頑張った。
みんなよく頑張ったね。あれが秘密の部屋への入り口みたいだな。いつも神城のセキュリティ言ってんじゃねえだろうな。待たせたな。ゆうこくんがパスコードを手に入れてくれたぞ。おお、やってくれたな。今転送する。はあ、言ったか、秘密の部屋へのパスコードだ。こんなのが？このパスをハッキングで割り出すのは到底不可能だっただろ。
彼女の性格を知り抜いていれば、あるいは推測できたかもしれないが。リエちゃん、萌え萌え。リエちゃん、萌え萌えだ。パスコードは毎日変わると言っただろう。そのパスコードはまだまともな方だ。ちなみに昨日のパスコードは、いや、やはり伏せておこう。未成年の君たちには少し刺激が強すぎる。え、ちょ、おい。さあ、先へと進んでくれ。彼女の頑張りに報いるためにも必ず潜入を成功させてくれ。気になる。はあ、これで大丈夫なはず。早くここから出なくては。よし、どうやらここみたいだな。秘密の部屋か。どんな秘密が隠されてるのか楽しみだな。しかし、このパスコードにしたって岸辺ってのはどんな女なんだ。ムキヤっぽい感じじゃないだろうな。ま、いっか、とりあえず家探しさせてもらおうぜ。うわあ、マジかよ。ここが神城のトップシークレットエリアだなんて。とにかく早くお目当てのデータを見つけねえとな。お宅は向こうを調べてくれ。何か見つけたか？なんだよ、そのド派手なボロ切れは。お？これは、パンティ？なんでこんなもんが入ってるんだ？いつまで握ってんだよ。しまっとけよ。なんだよ、今度は。ん？リエのキュンキュン日記？どれどれ？中身が暗号化されてるみたいだな。まさか、これが極秘情報のライブラリだってのか？二人とも大丈夫か？何かあったのかよ、京子さん。アップデート体験会で騒ぎが起きているようだ。騒ぎ？なんだってんだ？体験会の会場だったな。こいつは！現在エデンのサービスを緊急停止している。原因はハッカーによる不正なアクセスであるとアナウンスしているようだ。ああ、はいはい、隠蔽する気満々ってわけだ。けどこんな人が多い場所にあのバケモンが現れちまったらただじゃ済まねえぞ。
お、これは。あのお嬢ちゃんと岸辺リエ。この騒ぎはどういうことなんですか？ハッキング攻撃によるサーバーダウンなんて、そんな情報デタラメですよね。エデン症候群の患者も出ているはずです。どうして、どうして隠すの？もう、ゆうこちゃんたら、そんな怖い顔しちゃいや。お姉さん、舌が震えて上手に喋れなくなっちゃう。ふざけないでください。私は兄がお世話になっているから、だから今まで。そうよね、ご両親のいないゆうこちゃん、かっこ未成年が、あんな状態のお兄さんを世話していくには、私の言うことを聞いて、私の秘密は内緒にして、私と仲良くする方が得策よね。大人に頼って生きていくなら、上手に立ち回らないと。リエ、お兄さんのお世話、うっかり忘れちゃうかもしれないぞ。うっそ、冗談。でも、ねえ、病院のケアがなきゃ、エデン症候群の患者なんて、どれほども持たないもの？そうなったら、あらあら大変。リエさん、あなたという人は。うん、もう、そんな悲壮な顔しちゃダメ。大丈夫よ。私、ゆうこちゃんのこと、可愛い妹みたいに思ってるんだから。あなたのお兄さんだって、ね、亡き社長の忘れの民だもの。だから、私につい、うっかり、を起こさせないためにも、私の個人データにアクセスするなんていたずら、もうしちゃダメよ。リエさん、答えてください。デモンズのハッカーを利用して、一体何をするつもりなんですか？あら、正面からの質問に切り替えたのね。その戦法、すんごく効果的よ。でも、やっぱり、内緒。エデンは、お父さんが作った夢の国なんです。これ以上は、エデンを汚さないで。私、絶対諦めませんから。震えながら喧嘩売られたわ。リエ、キュンキュンしすぎてキュン死にしちゃう。で、あっちの準備はどうなの、アケミちゃん？もちろん、つづがなく。バージョンアップの成果はあったみたいね。はい、イーターの行動原理理論はこれでほぼ立証できたのではないでしょうか。いやー、頑張ってるじゃない。それじゃあ、あれにテスト、ド派手にやっちゃってね、アケミちゃん。えいえい、お任せ。
とっておきの舞台をご用意します。その日は私とあなたにとって忘れられない日となることでしょう。いやー、なんだかロマンチック。さあ行きましょう。あけみちゃん、こっち見たよな、あのおっさん。俺たちのこと気づいてるって合図しやがったんだぜ。その上で手出しするつもりはねえってさ。もうわけわかんねえ。敵なのか味方なのかどっちだよ。情報はもう手に入ったんだったな。ああ、どうやらこのリエのキュンキュン日記ってやつが極秘情報のライブラリになっているらしい。コピーはもうバッチリ取ってやる。解読はそっちに戻ってからゆっくりやればいいさ。上出来だ。ならばすぐにそこを脱出したまえ。混乱が生じている今なら堂々と正面玄関から出てこられるだろう。けど体験会場のイーターは放っておいてもいいのか。エデンのサーバーは現在停止状態になっている。これ以上被害者は増えないはずだ。イーターを全て始末しようという熱意は買うが、奴らと接触し虎の子の機密情報をバグ化されてしまっては元も子もない。了解、事務所に戻ろうぜ。体験会場にイーターが出現した件に関して神城から正式に発表があった。やはり神城は悪意あるハッカーによって体験会に妨害されたと発表したようだ。参加者の一部がエデン症候群になったのもハッカーのせいだとマスコミが騒いでいるみたいですね。くっそ、ふざけんなよな。自分たちに都合の悪いことは全部ハッカーのせいかよ。一般市民からすればハッカーはあくまでアウトロー、スケープゴートにはもってこいなのだろう。日頃の行いにたたられたといったところだね。おっと、これはさすがに失言だったか。まあしかしこの騒ぎのおかげで君たちの潜入がうまくいったと言えなくもない。けどスエドは俺たちに気づいてたのにわざと見逃したんだ。理由はわからねえけどな。そうか、ひょっとするとその理由はこの中にあるかもしれないぞ。それは俺たちが秘密の部屋から入手していたリエのキュンキュン日記。予想通り神城の極秘情報をまとめたライブラリになっていた。コードの暗号化が施されていたが、先ほどようやく解読できた。で、中には何だ。パラダイスロスト計画。パラダイスロスト計画。そうだ、聞いたことはあるかな。それはそうだろう、この私でさえ初耳だった。どうやら神城はその大規模な計画を実行するためにデジタルウェーブをコントロールしているようだ。ってことは最近多発してるデジタルシフトは神城が意図的に起こしてるってことか。いや、意図的というのは若干語弊がありそうだな。神城の狙いはパラダイスロスト計画の達成。デジタルシフトはあくまでその副産物に過ぎないようだ。今回のエデン大型アップデートもその計画の一部のようだな。それでパラダイスロスト計画というのは一体。残
その内容までは書かれていなかった。しかし資料に記載されていた主任責任者の名前も実に興味深くてね。主任責任者？一体誰なんだ？もったいつけないで教えろよ。スエドウ・アケミだよ。なんだって？あのおっさんが？それともう一つ面白い情報も含まれていた。初めてエデン症候群になった患者についてだ。今から8年前、電脳空間エデンをオープンするにあたり、クローズドベータテストが実施されたそうだ。そのテスト中に予期せぬエラーが発生し、とある事故が起きた。事故に巻き込まれた人間のうち、一人の意識が回復せず、それが初のエデン症候群患者となった。最初の被害者か。それは今後の調査の課題の一つだな。信じられんな。8年前からエデン症候群の被害者が出てるってのに、ずっと情報を隠してエデンを運営し続けているわけだろう。些細なことでやめるわけにはいかなかったのだろうな。大企業の恐ろしさといったところだろう。だからこそこの情報は有益だ。又吉刑事と共有しておくことにする。虎穴に入らずには孤児を得ず、君たちは非常に重要な孤児を得てきたようだ。あの父の神代悟に関する情報は何も見つからなかったんでしょうか？ああ、少なくとも持ち帰ってきたデータの中にはなかったようだ。あの部屋にだってそれらしいものはなかったぜ。他にあったものって言ったらド派手な下着くらいのもんで。そうでしたか。力になれなくて悪い。協力してくれてありがとな。失礼します。おい、ちょっと待てよ。もう協力はできないかもしれません。思うところありといった様子だな。おい、オタク、追いかけてちょっと話してこいよ。聞いてただろ？あいつ、エデン症候群の兄貴がいて、そのことで脅されたり、口止めされたりして。そんでもって、親父さんの夢でもあったエデンまで、あの岸辺って女に乗っ取られそうになってる。お前だってそんな体なんだ。無関係じゃねえ。俺は、励ますとか、慰めるとか、柄じゃねえけど、オタクはそういうのを向いてんだろ？行ってこいよ。少し見直したぞ、少年。思っていたより仲間思いのようだな。京子さんに褒められても嬉しくねえよ。そうか。では言葉ではなく行動で激励してやろう。コーヒーの新作ができたんだ。今回は特別にオイスターソースをマシマシにしてあげよう。それともリンゴ酢多めの方がお好みかな？え？あの、何ですか？まだ何か？ひょっとして心配して追いかけてきてくれたんですか？ありがとうございます。一つ聞いてもいいですか？あなたは元の体に戻りたいですか？そうですか。そうですよね。
ことを聞いているんでしょう。迷いは消えました。私も当たり前のことをしてみようと思います。それでは失礼します。喉がちくしょう、ここまでなのか。